さんいいですか。はい。それでは軍隊を捨てた国コスタリカ、武田美佐子様、よろしくお願いします。はい。皆さんこんばんは。こんばんは。ちょっと老体ですので、座って話させてください。今日はですね、コスタリカの話をさせていただきます。パワーポイントを使って説明というかやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずコスタリカってどこにあるか知っている方いらっしゃいますか。はい。はい、パナマの隣。上ですね。失礼します。はい。そうです。パナマ運河で有名な、パナマってどこですか。中米です。中米のどこ。ここが、ここがコスタリカですね。これパナマですね。で、北アメリカと南アメリカを結ぶこの中米に7つのちっちゃな国が占めてるんですけど、コスタリカはこの赤い部分ですね。で、これの拡大バージョンがこっちです。で、面積は約 5万平方キロって言ってもピンとこないと思いますんで、日本の九州全域と四国を足したぐらいの面積です。あと人口が、460万人。茨城県はちなみに、ここに300万人弱って書いてありますけど、正確に言うと、まあ、291万人今ぐらいだそうです。ですから、まあ、この九州四国を足したところに460万人ですから、人口密度は比較的、少ないということですよね。で、まずですね、最初にこのコスタリカに行くことになったきっかけから話したいと思います。私、先ほど木村塾長が言ってましたけど、ネットワーク地球村っていうところに、まあ、その環境と平和を願う NPO 法人なんですけど、そこにの会員になって、まあ、16年以上経つんですけれども、日本全国に今は5000人ほどの会員がいます。で、そこにいらっしゃる結城の三浦さんも、もう私より長い会員さんです。そこの、地球村の代表である高木さんを含めた地球村の仲間と、4年前にブータン、3年前にキューバ、そして2年前にコスタリカに行ってきました。で、コスタリカは日本と同じように、憲法で戦争をしない国と定めて、軍隊を捨てた国なんです。日本には自衛隊がありますけれども、コスタリカにはそれもないんですね。紛争の多い中米で、まあ、どうやって国を守っているのか実際に見に行こう、聞いてこようということで、地球村の仲間11名と、ニューヨーク経由24時間かかったんですけど、空の旅に出ました。で、それでは実際に私たちが訪ねた場所をパワーポイントで紹介していきたいと思います。最初の2日間は熱帯雨林をめぐるエコツアーだったんですね。コスタリカは熱帯地方なんですけど、高度が1000メートル以上ありますので、常春ですごく過ごしやすい気候でした。で、最初に訪れたのがこの自然保護地域である熱帯雨林ダナウズエコセンターっていうところなんですけど、もうたくさんの生物の宝庫でした。多くの本当熱帯植物と珍しい昆虫類をたくさん見ることができました。この世界のこの 0.03% の国土っていうのは、世界の比率でコスタリカを見た時に 0.03% ぐらいだっていうこと で、そこにですね、全動植物の 5% が生息している。で、コスタリカしか見られない植物とか、あと昆虫類とか、もう本当にそういうのがたくさん、珍しい生物にたくさんいます。
あとコーヒーとかバナナなどスペインの植民地になって、コーヒーとかバナナ園とか栽培による森林破壊で熱帯林が 15% まで減少してしまったんですね。でそうなると、保湿力がなくなって、結局どんどん森が枯れていくとか、そういう結果が、結果っていうかそういう風になってきてしまったんで、もう国を挙げてその森林保全に乗り出したんですね。で今現在は熱帯林が 25% まで回復してるっていうことです。で、これは本当に実際に私たちが撮った写真の抜粋を、素敵なものをちょっと載せてみました。これコワニのツーショット。ワニでもこうやって見るの可愛いですよね。緑鮮やかなこのカメレオン、ちょっと尻尾がね見えないんですけど。これ赤目アマガエルって言うんですけど。ここの模様が本当に綺麗なんですよ。で、ぴったりになるとこういう風に。でもう赤目なんですよ。で、大きさ的には本当日本のアマガエルよりちょっとスレンダーなんですけど、大きさ的にはそんな感じで、本当ちっちゃいカエルです。でこれが小さいけど毒が強烈なヤドクガエルっていうんですけど、まあその矢にこのカエルの毒を塗って狩猟したりとかっていうことをやって、ついた名前がヤドクガエルっていう。この子はさっき の赤目アマガエルよりもっとちっちゃくて、小指の先ぐらいしかない、本当にちっちゃいんですよ。で真っ赤な体にこのブルーのものすごいコントラストで、本当になんかちょっと毒々しい感じなんですけど、見た目は可愛いです。でこれは悠然と木の上を歩くイグアナです。イグアナもいろんな種類がたくさんいました。この子が私大好きなんですけど、こう手塚治虫の松の鳥でご存知の方もいると思うんですけど、その火の鳥のモデルになったんじゃないかと言われているコスタリカにしかいない鳥で、ケツァールっていうんですけど、お腹のところにちょっと赤いのが見えると、ここ赤いのが見えると思うんですけど、お腹ここ全面赤なんですね。でだからものすごく鮮やかな、本当に可愛らしい鳥です。これはでも私たち実際は見れてなくて、ネットから引っ張ってきたケツァールですの写真です。これだけはそう撮れなくっていうか見れなかったんですね。これ他のはみんな自分たちで撮った写真の抜粋です。これはもう大橋でたくさんいました。バナナをっていう番で、バナナはやっぱりそうやってどなたかがちゃんと餌としてあげてました。このインコもたくさんいたんですよ。ここの画面には4羽しか見えてないですけど、ものすごい数のインコがたくさんいました。でこれなんですけど、アルクキのソクラテスっていう名前のアルクキって言われてるんですけど、要するにこの根っこの部分がどんどんこう伸びてきて、少しずつ移動するそうなんですよ。でここの部分は晩婚っていうんですね。結婚が遅い晩婚ではなくて板のね板のねって書く晩婚で、板状の根にここはなってます。でこれは4つばかりちょっと熱帯林特有 のお花、綺麗なお花を4つばかりちょっと集めてみました。みんな大きいですね。でこれこのバラみたいなこの子は、ちょっと老細工みたいな感じで、とてもなんか実際に生きてるようにはちょっと見えないんですけど、見た目も老細工みたいでした。エコツアーの2日目は
いくつあった吊り橋を渡りながらジャングルを楽しむっていうツアーだったんですね。でこういうふうにこれは大きい方の吊り橋なんですけど、もっとちっちゃいのもありますし、たくさん吊り橋があって、その下が本当にジャングルで木がうっそうと茂ってますから、意外と怖さっていうのは感じないんですけど、でもかなり高い位置に吊り橋がかかってました。でこの日だけが雨だったんですけど、そんなにひどい雨じゃなくて、割としとしとする感じの雨の中、逆に雨だからこそこう緑がすごく喜んで生き生きと輝いてるって感じがして、でここでちっちゃいんですけど、やっぱり猛毒だよっていうヘビとかも見ました。写真ではないんですけど、で次刑務所なんですけど、刑務所、行く前にどこを訪ねようかっていうのはみんなで協議したんですけど、刑務所っていう風にツアーガイドの人に言われた時に、刑務所はわざわざコスタリカまで行って見る必要ないんじゃない、あんまり見たくないよねみたいなことを言ってたんですけど、いやいやもう日本の刑務所と全然違いますから、ぜひ見てくださいって言われて、そこまで押すんだったらっていうことでツアーに組み込んでもらったんですけど、行ってみて本当びっくりしたのはあまりにもその違いですね。でこれはもう本当に刑務所の一部なんですけど、畑があったりみんなで酪農していたりするんですね。でここに書いてある通り自炊もできるんですけど、包丁も、差し入れしてもらったいろんな材料で自分で包丁を使って自炊もできる。で日本だったら考えられないですよね、包丁とか紐でさえもなんか置いとかないっていう話ですもんね。でここに愛の部屋って書いてあって、ちょっと気になってる人もいると思うんですけど、これは、私たちが訪ねた刑務所にはなかったんですけど、やっぱり受刑者の配偶者です、奥様とか、逆に旦那様とか、あと、恋人とか、そういう人がこう訪ねて面会で訪ねてきたときに、この愛の部屋に入れば、4時間は誰にも制約されずに、誰にも邪魔されずに過ごせるっていう部屋がちゃんと用意してあるそうなんですよ。それも日本とはもう全く違いますよね。でこんなに居心地いいんだったら、じゃ結構再犯率高いんじゃないですかっていう質問したんですけど、再犯率は、約 20% だったんですね。で日本の場合は、40から50あるっていうので、もう半分以下なんですよね。あと犯罪歴は10年で抹消するからです。で日本は多分前科がついたら一生死ぬまで前科何番とかっていうのがついてもあると思うんですけど、コスタリカはどんなに重い刑だったとしても10年で全て抹消するそうです。あと死刑は1889年に廃止してあります。で多分世界で2番目ぐらいに死刑廃止早かったようですね。あとはその受刑中も選挙権があるそうなんですけど、これも日本ではちょっと考えられない、もう日本はもう人間として扱ってもらえないような状況だと思うんですね、受刑中は。そのくらいやっぱり違うんですよ。でこれが実際にあと一緒に写真撮ったりも自由に話もできて、話って言っても言葉が通じないんですけど、いろんな質問をしたり、でこの人目がほとんど見えないそうなんですけど、これ僕が描いた絵なんだよ、よかったら買ってみたいなすごい綺麗な睡蓮の絵でした。でこの人はこの木工芸、この馬車を木工で作ってる、この人たちもみんな木工ですね。で本当に目の前でこうやって作ったり、自分の作った作品をこう自慢そうにちゃんと笑顔で見せてくれるんですよ。で本当目の前 で一緒に写真も撮ったりしたんですね。だから日本の場合はもう全く
受刑中の人とそんな接触っていうのはできないそうですから、びっくりな話です。でちょっとこの教育省に行く前にその、いかにその刑務所がすごいかっていうのは、まず本当に受刑中の人たちが、受刑者っていうかその罪を犯した裏側にはやっぱり環境とか、周りの影響が大きいんだよっていうのをすごく重視してるんですね。でどんな人であっても人権があるんだっていうことで受刑者がそれを自分で体験することによって相手の人権も尊重できるようになるんだよっていうふうに、でそういうことが分かると、今度社会復帰した時に役に立つってことで、先ほど見たように再犯率も20% と低くなってるっていうことなんですね。で教育を受ける権利っていうのも保障されていて、この受刑中であっても貧しくて勉強をする機会がなかったっていう人には、刑務所内で小学校から大学までもうあらゆる教育を受けることができるようなシステムになってるんですね。で先ほど見たようにこの中で見たように美術とか芸術工芸いろんな技術とかも学べて社会復帰に役立っているということです。一番びっくりしたのはやっぱり人間としてのその尊厳を取り戻して、自分でこう自分をマネージメントして社会復帰ができるように、受刑者の人たちをサポートしていく専門の心理学者ですとか法律家とか弁護士セラピストなんかがもう常駐していて、その受刑者の8割は自分の内面に問題があるんだよっていうことでその受刑者たちをヘルパーしているそうなんです。だから結構基本的人権をいかに大事にしているかっていうその意味の重要性を私たちは本当にこの刑務所で学びました。で基本的人権についてなんですけど、小学1年生のコスタリカでは小学1年生の1学期の一番最初の社会科の教科書で学ぶそうなんですね。で日本はどうなんだろうと思ってちょっと調べたら、6年生になってからやっとその人権について社会科に出てくるそうなんです。その差はすごく大きいんじゃないかと思います。で刑務所終わりです。続いて教育省を訪ねました。これちょっと説明を聞いてほしいなんですけど、この教育省を案内してくれたこのマリアさん、この方が最初におっしゃったんですけど、争いが起こった時に問題解決する力、つまりは話し合いと受容とその寛大な心を養うことが教育なんですよっていうふうに話してくれたんですね。で非対立を基本理念としている地球村と全く同じだったので、すごいそのここに参加したみんなでもう思わず感動の声を上げながら拍手喝采だったんですね。でマリアさんが言うには、学校ではその生きる力を教えて相手の人権を尊重できる人間を育っていく、で社会に出られるように手助けしていますっていうことなんです。で、そのためには学校を続けていくことが重要なんですけど、例えば妊娠して途中で辞めざるを得なかった生徒とかもいるそうなんですけど、子連れで来られるような環境が整えていたり、あと基本的に教育も無料なんですけれども、いろんな事情で貧しさがゆえに学校に来られないっていう子もたくさんいるそうなんですね。で大抵はそんな子の親っていうのはそもそも教育を受けてない場合が多いそうなんで、親にも積極的に関わってサポートして、親の夜間学校なんかも用意されているそうです。でこれがマリアさんと地球村代表の高木さんですね。
で争いが起こった時の問題解決方法として先ほど言った話し合い、需要と寛大な心で、マリアさんが最後におっしゃったんですけど、教育とは勉強ばかりではなくてスポーツ技術、結婚化などを統合していくことが大事なんですよっておっしゃってたのがすごく印象に残っています。続いて子ども病院を訪ねました。子ども専門の病院で、医療費は基本的にこの公立の病院というのは子ども病院であっても普通の病院であっても一切無料だそうです。で治療を必要とする人には収入とか人権とか国籍とか非合法を問わず全て受け入れてくれるそうです。でこの非合法っていうのは、例えばニカラグアから、正式な手続きを踏まずに、入ってきちゃってる人も結構いるそうなんですけど、そういう人だって病気になった時は無料でちゃんと見てあげるっていうことです。あとはもちろん私たちみたいな旅行者が突然病気になってもちゃんと無料で見てくれます。で訪問したのはこの国立子ども病院で、1個だけある専門病院なんですけど、かなり大きな病院でした。で医師が64名、スタッフ200名、ベッド数が400で、無料ですから当然予算が不足すると思うんですけど、そういう場合どうしてるんですかって聞きましたら、企業からの寄付だとか、あと民間からの募金で賄ってますよ、あとは人的不足はボランティアママさんっていう呼ばれている、仕事をリタイアした、ママさんとか、私が100名以上登録、病院に登録しているそうなんですね。そういうのを見ても助け合いの精神が本当に末端まで行き届いているなというふうに思います。でこれが子ども病院の廊下です。でもう本当にあらゆるところにこういう子どもたちが喜びそうないろんな絵、あとはこれがエレベーターなんですけど、こういうふうに楽しそうなイラストが描かれてあります。でこれが案内してくださった足立さんなんですけど、この方は本も何冊も、コスタリカの本何冊も出してますし、自分でコスタリカ研究家っておっしゃってる足立さんで、九州の出身の人ですよね。あとこれが先ほど言ったボランティアママさんですね。でボランティアママさんはどんなことするのかっていうと、やっぱり遠くから入院してる子どもたちなんか、お母さんとか家族が付き添ってあげられなかったりした時に、そういう子どもたちの付き添いをしたり、話し相手になってあげたりしているそうです。続いて最高裁判所、これが最高裁判所の建物なんですけど、ここだけは外観だけで中にはちょっと入れなかったんですね。コスタリカの最高裁判所には憲法法廷がありまして、基本的人権を侵害されたっていう人は誰でも意見訴訟ができるんですね。でお金は一切無料だそうです。でこの憲法法廷ができたのが1989年で、比較的新しいんですよね。でそんなこともあって官僚が積極的に PR したり、小学校へ、出張授業に行ったりして、その浸透させたそうです。で例えばこれも先ほどの病院と同じように、どんな人でも、外国人でも子供でも、私たちみたいな旅行者であっても、無料で、基本的人権を侵害されたよということで訴えることができるんですよ。で1日やっぱり50件ぐらいの訴訟が入るそうなんですけど、
それもやっぱりその一生懸命 PR したおかげなんじゃないかと思います。でここでちょっとあの素敵なこの訴訟例を紹介したいんですけど、ですね、ある小学校の校長先生があの生徒に無断で校庭の一部を駐車場に変えちゃったそうなんですね。でそしたら小学生の生徒が、自分たちの遊ぶ権利を侵害されたっていうことで、最高裁判所に訴えたんですね。でどっち勝ったと思いますか？それコスタリカのすごいところはちゃんと検証して、で小学生が遊ぶ校庭を無断で駐車場に変えた校長先生、あなたが悪いよって言って、校長先生ごめんなさいって謝って、元の駐車場を元の校庭に戻したそうです。あともう一つは、皆さんもまだ覚えてると思うんですけど、イラク戦争の時にアメリカの当時の大統領ブッシュさんが、世界に向けて、アメリカのイラク戦争を支持しない国はテロ国家とみなすっていう表明をしたそうなんです、世界に向けて。で、まあ、そういう事情もあってコスタリカの大統領も国民の前でアメリカのイラク戦争を支持しますっていう表明をしたそうなんですね。そしたら19歳の大学生の男の子が、それはもう、国民の安全を脅かすし、平和憲法にも違反するし、あとひいてはイラクの人々の人命と人権も損なうから、って言ってコスタリカの大統領を一大学生が訴えたんですよ。でそこも本当にきちんと検証して、大統領負けました。でそういう事情ですから大統領は米国の、アメリカを支持するっていう表明を国民の前で撤回して、でアメリカ政府も、まあ、それを承認せざるを得なかったっていうことなんですね。すごいですよね。日本は、お金に換算して、私は誰それさんのためにいくらいくらの損害を被りましたっていう、そういう訴訟しかできないそうですし、しかも最高裁判所にいきなりなんて絶対ありえないことだと思うんですよ。だからいかに本当に民意を大事にしてるかっていうのがこれでも分かると思うんですね。続いて国会とあと選挙活動についてお話ししたいと思います。コスタリカでは大統領も国会議員も一緒に4年に1回選挙を行うんですね。で国会議員は日本と違って交通費無料なんていう特典もないそうです。給料は一般のサラリーマンよりは良くて、まあ、約3倍弱ぐらいはいいそうなんですけど、まあ、良い人ばっかりじゃなくて、汚職も結構あるっていうことでした。で、これが国会議事堂なんですけど、この下のこれ、この議員会館なんですけど、すごいんですよ、このポップな絵が。これいたずら書きじゃなくてちゃんとそのようにこういうとこでもいろんなところで見受けました。本当にポップな感じで絵がいっぱいで、選挙活動、選挙期間4年に1回しか選挙ないですから、選挙期間が4ヶ月あるんですよ、公示から投票まで。で長いんですね。だからきちんとこういった大きな看板をそれぞれに、大統領の場合はこうやって、大きな看板を立てて、選挙カーでもこういう自分の、色カラーをちゃんと決めて、
もう赤だったら赤とか黄色だったら黄色とかいろんな統一して、その4ヶ月の間ずっと活動するんですね。でこれが実際の選挙 の大統領の投票用紙なんですね。で13名立候補してました。で私たちが今日2年前の1月になんで1月を選んでいったかというと、その選挙活動期間中だったんで、あえてその選挙活動の様子を見ましょうっていうことで行ったんです。で4月に投票が帰ってきた、1月に行って4月に投票行われて、この人が実際は今現大統領だそうです。でこれが選挙活動のなんですけど、もう本当にこういうふうに赤ちゃん連れがとか子供連れ多いんですけど、もう本当にお祭りのようにお休みっていうと、こうやってみんなでどこそこの公園で何々党の集会があるよって言ったら、こういうふうにもうみんな集まってきて、本当お祭り騒ぎの状態でみんなそれで楽しむんですよ、そういう選挙で。例えば同じ家でも奥さん旦那様は、まあ、ここの家はみんな多分この黄色のなんとか党なんでしょうけど、奥さんは何々党で旦那さんは何々党で、家に旗が2本色の違う旗が2本下がっていたりとかっていうことももちろんあるそうなんですね。でだから子供もちっちゃい時からこうやって選挙にすごく馴染んでいるそうなんですね。でその選挙に関してなんですけど、この後はで選挙さ、コスタリカには選挙最高裁判所っていう機関もあるんですね。でこれが選挙最高裁判所の外観で、これが内観なんですが、もう本当に三権分立プラス第四の権利として選挙を、だから選挙ってコスタリカの人たちにとってはすごく大事なことだから、投票率も高い。でここのトップはハンジさん。でこれが、12歳になると18歳が選挙権、正式な選挙権与えられてるんですけど、12歳から18歳未満の子供たちは申請すればこういうふうに子供身分証明書っていうのをもらえて、ジェイソン君はちょうど12歳の誕生日だったのかどうかわかんないですけど、12歳になったからって言って、お父さんと妹さんと一緒に選挙最高裁判所に行って、この申請してちゃんと顔写真入りの身分証明書をもらいに来たんだって言って話してました。でこちらは若い親御さんですね。選挙権は先ほど言ったように18歳からなんですけど、そうするともう必然的に身分証明書を与えられるそうです。で今言った12歳から18歳未満は子ども身分証明書、あと子ども選挙っていうのがすごく盛んに行われてまして、子どもの、まあ、子ども選挙の中で模擬投票をするそうなんですけど、まあ、権利は0歳から18歳未満全員で、まあ、0歳っていうのはね基本的にちょっと物理的にできないんでしょうけど、でも本当にちっちゃい頃からこうやってもう選挙に馴染み深いんで、そういう意味ではすごく18歳になる、本投票のできる18歳になるのを心待ちにしている若い人たちが多いそうなんですね。だから投票率も60から80% と高いそうです。で この選挙最高裁判所を案内してくれたこのちょっとお茶目な感じのモラレスさんっていう方が案内してくださったんですけど、コスタリカの人
にとって平和って何ですか、どういうふうに考えてるんですかっていうふうに質問したときに、この方がですね、平和とは民主主義であり、社会制度以上に日々の生き方の積み重ねですよっていう、すごく誇らしげに答えてくれたんですけど、それがすごい印象的でした。僻地とか外国在住の人にも公平な情報と投票の機会を与えるように、仕事なんですけれども、ただ私たちの仕事っていうのは民意を最大限集めることですよ。で、選挙ではなくて民主主義を広めることなんですよ。で、民主主義の基本は需要、寛大、透明性で、そういう意味でやっぱり民主主義っていうのはコスタリカの人たちの本当の生き方であり価値観であるんです。で、国立博物館も訪ねたんですけど、これ内紛とか、あとやっぱりニカラグアとかの戦争時代についたこの弾痕がそのまま博物館として生々しい弾痕の跡が残ったまま残って、博物館として保存してあります。で、これ違う角度から見たですね。で、この国立博物館の中にはジャングルで発見されたこの謎の神球って、今でも謎だそうなんですけど、200何個かこういう大小さまざまな、これはどっちかというと大きい方なんですけど、ちっちゃいのもあって、この本当に球体なんですよ、この石で。昔の人がどうやってこの球体にしたのかっていうのも謎だし、ジャングルからもう無作為にこう運び出しちゃったんでわからないんですけど、多分何かそのまんまにしておけば何かこう意味があったのかもしれないって言われてるんですけど、もう全部持ち出しちゃったんで解明のしようがないんで、今でも謎だって言われてる神球なんですね。で、続いてね、環境エネルギー省を訪ねたんですけど、コスタリカは、環境先進国としても近年世界から注目を集めているんですね。っていうのは、ネタリのエコツーリズムだとか環境保全とか、あとはもう多様な生物の保護だけじゃなくて、再生可能なエネルギーを国の政策として、強力に推進してるからなんですね。で、今現在私たちが訪ねたその2年前の現在で、91% が水力、地熱、風力、バイオマスといった再生可能なエネルギーなんですね。で、2021年までには 100% の 100% にしますよって断言してたんですね。この次に説明してる、これいろいろ説明してくれたと、説明してくれたおじさんが見えますか？暗くて見えないかな。で、一応ですね、原発について尋ねてみたんですよ。原発の設置って考えてないんですかって聞いたら、福島から学びましたからそれはありえませんっていうふうに、ウィンクしながら、笑顔で返されました。次に社会援助機構、通称 IMAS って呼ばれてるところなんですけど、コスタリカの総人口の約 20% がまだまだ貧困層なんだそうです。で、貧困者の、自立支援を行っているのがこの IMAS って呼ばれている社会援助機構なんですね。これが、建物なんですけれども、で、日本にも生活保護システムありますけど、根本的に違うのが、日本の場合はただ単に、お金を何か援助してるって形なんですけど、コスタリカの場合は人としての、 この尊厳を重視しているところなんですよね。例えばこれは説明してくれたドクター博士の、なんちゃらさん忘れました。
と高木代表ですね。で、会社を起こすとかの起業ですね、起業支援ですとか、あと職業訓練の資金援助、あと地方とか学校なんかに、地方に学校を建てたり、あと農業者が集える場所を作ったりっていうのも、作って、地域コミュニティへの援助も行ってるそうなんですね。であとは、人の役に立つっていうことで、もうその意識、自分の、存在意識っていうのを高めてもらうためにボランティアの仕事なんかもここで紹介しているそうです。でここでちょっと歴史的背景をちょっと簡単に説明したいんですけど、1948年にホセ・フィゲレスさんっていう方が平和憲法を作って軍隊を廃止したんですね。で兵士の数だけ教師をっていうのを合言葉に、軍事予算を教育とか医療に使うっていうふうに決めたんですね。ただ、平和憲法を作りました、軍隊を廃止しましたっていうだけで、平和になるわけじゃなくて、近隣のやっぱり内紛が飛び火したり、あと数度の内乱っていうのも経験してるそうなんですね。でそういう場合は警察力で防いだり、あとアメリカに訴えて撤退させてきたそうなんですけど、このままだと国が崩壊してしまうっていうことで、1983年に当時のモンヘ大統領っていう方が、積極的衛星非武装中立を宣言したんですね。でその宣言をした場所がこの、国立劇場です。でこれは2枚の写真を私が合体させたんですけど、これがステージのある、観客席ですね。国立劇場のこれ200年前からの椅子そのまま使ってるそうです。しかもステージの中にガーって入る、椅子を一気にステージの下に締め入るようなシステムがあると思うんです。すごいですよね。でこれは2階のラウンジなんですけど、すんごいこれちょっと見えないと思うんですけど、天井にもすごい綺麗な壁画が描いてあって、やっぱりこれはもうスペインの植民地時代の建物を彷彿させるすごい素敵な建物でした。この積極的衛星非武装中立っていうのを、簡単にちょっと解説しますが、紛争が起きた時に、武装しない丸腰で、しかも中立の立場で、しかも積極的に介入して平和への対話を取り持つっていうのが、その趣旨なんですね。でモンヘ大統領のその路線を引き継いだアリアス大統領が行った実際の例をちょっと紹介したいと思うんですけど、同じ中米のニカラグア、ガテマラ、エルサルバドルで紛争が起こって、コスタリカのアリアス大統領が仲裁に乗り出したそうなんですけど、中米7カ国のファーストレディをコスタリカに招待して会談したそうなんですね。で女性として母としてやっぱり子どもたちを守っていくためにはあなたたちどうするっていうようなその立場を通ったそうなんですよ。で彼女たちがそれぞれの国に帰って、説得される形でその夫である7カ国の、代表たちが交渉の席についてで紛争が終結したそうなんですね。でそれがコスタリカの平和三原則である話し合う、認め合う、歩み寄るなんですね。でその功績が認められてアリアス大統領は1987年に、ノーベル平和賞を受賞しました。
でこれあのコスタリカサンホセ、シトであるサンホセの風景なんですけど、これ普通の道路なんですよ。道路にこうやって帽子、この人は帽子なんですけど T シャツだったり、あとくじを売るあのトトとかそういうくじを売る人がものすごい朝早くからものすごい大きな声を出してあのわー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 言ってこうあの宣伝してるんですね。でそれで目が覚めるみたいな。ですごいあの靴下とかいろんなものが売ってました。でコスタリカの鉄道がほとんどほんの短い距離 の, あの枕木もないような鉄道がちょっとあるんですけど、それはもう本当になんか物を運ぶだけのものみたいで、あの交通手段はほとんどこのバス、市内バスを使っているようです。でこれ街の中のちょっと風景ですね。で公園にが警察官、かっこよかったですよ。でバイクみんな見たら全部ホンダでした。でこれあのエコツアーの帰りに寄ったある町の公園の風景なんですけど、コスタリカってまず町の真ん中に教会がまずドンってあるんですね。でその周りにこうやって公園があって、で、割と碁盤の目のように町が作ってあるそうなんですね。でこのこういうこの植栽すごいんですよ。でこの部分しかないですけど、いろんなところにいっぱいこれがあって、でこれはたまたまトンネルみたいになってるやつなんですけど、これ多分ゾウさんだと思うんですけど、ゾウさんの後ろ姿、もう怪獣だったり鳩だったり、もういろんなものをこの植栽で作ってるのがこのおじさんなんですよ。でこのおじさんのそのこの公園を見たら、あのディズニーの管理をしてる人が、ぜひディズニーランドに来ての植栽の管理をしてくださいってオファーがあったそうなんですけど、いや俺はここで生まれ育ってんだから行かないよって言ってここにあのずっといるそうです。でこれが行った仲間なんですけど、ね、ちょっと紹介すると新潟、神奈川、北海道の苫小牧、福島、これ私だから茨城ですね。でこの人は事務局の人で大阪、福井県、それとこれが、あそこなんだっけ、飛騨高山があるとこ、岐阜県で、この人が札幌で、高木代表ですね。それと四国の高知の人ですね。その本当全国から集まった仲間で行ってきました。でコスタリカの国旗が青空に映えています。でこれ で先ほど言ったコスタリカの平和三原則、これって、国単位だけじゃなくて家庭でも友達の間でももうみんな、話し合って認め合って歩み寄ることで問題が解決するんじゃないかと思います。でそれも本当に被災率を奨励しているあの地球村にぴったりな言葉なんですよね。でこのコスタリカでは平和、民主主義、個人の尊厳を重視する考えが国民にも社会にも行き渡っている素晴らしい国でした。で日本の現状を見ると本当おかしなところばっかりですので、身近なところから変えていきましょう。でプラビダっていうこの最後にあのコスタリカ独自の言葉、あのすごい素敵な挨拶に使ったり、ナイスシュートの代わりにプラビダーって騒いだりする言葉で、みんな国民の人が一番使う言葉だって言ってました。ありがとうございました。